カーディリー教団とは、アブド・アル・カーディル・アルジーラーニーをとする、イスラム教、スーフィズム教団の一つ。1077年に、現在のイランのギーラーン州に生まれたアブド・アル・カーディル・アルジーラーニーは、バグダッドへと上京し、アブサ・ IDR ムバーラク・ムカラミの学校に入学して学んだ。1119年に、ムカラミが亡くなった後は、彼が新たなリーダーとなり、 学者及び説教師として人気を集め、彼のためのリバートが作られた。1166年に彼が亡くなると、息子の一人、アブドゥル・オアンハブがシャイフを継いだ。当時のバグダットでは、スフラワルディーが創始したスフラワルディー教団が、1180年からアッバース町第34代カリーフになったナーシルの講演を得て流星していたが、息子の一人、 アブドゥルアルリザクはそれに対抗して、父、ジーラーニーの聖人殿を観光し、スーフィーとしての父の業績、名声を広めた。カーディリー教団は、1258年のバグダードの戦いでバグダッドが陥落し、アッバース町が滅びた後も、書物と共に各地に伝播し、繁栄した。15世紀末までに、モロッコ、スペイン、トルコ、インド、エチオピア、ソマリア、 マリに支部ができた。1508年から1534年まで、サファビーがバグダットを支配した際は、このカーディリー教団のリーダーが、地域の筆頭スーフィーに指名された。1534年、オスマン帝国がバグダットに侵攻した際には、スレーマン一世は、教祖ジーラーニーの霊廟を建て、カーディリー教団をバグダットにおける同盟相手とした。1674年、 リーダーであるクアジャ、アブドゥルアラは中国に入り、1689年に亡くなるまで各地を巡って説教した。その弟子には、チー・ジニーなどがいる。その他、オスマン帝国が征服した欧州地域やインド南西部ケイララ州などにも、カーディリー教団は伝播した。ありがとうございます。